いやー、今年の夏も暑そうだな。しかもなんだか長そうな気もするんだよな。そうなると足元もスニーカーいいんだけども、やっぱり快適なサンダルが一番だよな。そろそろ新しいサンダルが買いたい。だけどもいろんな種類があるし、どれが今買うべきものなのか、それがよくわかんないんだけど、誰かバシッと教えてくれる人いないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストのしゅんです。今回の動画なんですが、大人のイケオジに見える名作サンダル5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、今年の夏なんですが、暑くて長そうな予感してるかなと思います。そうなると、まあ、もちろんベーシックなですね、白レザースニーカーとかニューバランスのスニーカーとか、このあたりは真夏でも履くんですが、もうちょっと快適なサンダルですね、このあたりももうちょっとバリエーション増やしたいなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、サンダルってここ数年少しずつ割合が増えてきたんですね。まあ、今年だけでですね、4個か5個ぐらい購入したんですね。結構最近ではいろんなサンダルのバリエーションが出てきていますので、その中から今年旬なものだとか、まあ、これは鉄板だよねというものをですね、厳選して5つ皆さんにご紹介をしておきたいなと思っています。まあ、サンダルというカジュアルなシューズの中でも、実はですね、ちょっときれいめ寄りなサンダルから本当にカジュアルなサンダルまで個性様々なんですね。ですので、個性の異なるサンダルをですね、5つ選出をしていますし、じゃあこのサンダルにはどのようなコーディネートがあるのか、このあたりまでしっかりとお伝えしておきたいなと思っていますので、今回の動画を見ていただければですね、大人のサンダル選びからサンダルコーデまでしっかりと理解していただけるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に大人に似合うサンダルをですね、皆さんに一つずつ解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず1個目はですね、こちらですね。実際に僕も購入したものになるんですが、こちらはスイコックというですね、サンダルブランドのゾナというモデルになっています。トゥモローランドで購入したんですが、こちらは別注版となっていまして、通常モデルと比べるとパーツ使いが凝っていて、これはめちゃくちゃかっこよくて、個人的にも気に入ってるサンダルなんですね。先ほど冒頭でもお伝えしましたが、サンダルもですね、ちょっときれいめなものとカジュアルなものがあるわけなんですが、こちらはまあ完全にカジュアルな感じになるかなと思います。スポーティーな素材感ですし、あとはソールを見ていただくと分かる通りですね、ちょっとボリューム感があるんですね。まあ、最近のスニーカーもそうですし、サンダルもですね、スポーティーなものはちょっと厚底系がトレンドになってるかなと思うんですが、そのあたりの雰囲気もしっかりと捉えたような一足になってるんですね。かといってここが盛りすぎてあるのもちょっと大人世代には履きづらいんですが、ちょうどいいバランスのですね、ソールの厚みになってるかなと思います。デザイン的には結構ミニマルで、太めの2本のベルトがついていまして、ちゃんと甲を押さえてくれるので履き心地もいいです。そして別注ポイントとしてかなりかっこいいなと思うのがですね、このパーツ使いなんですね。ちょっとシルバーの素材が使われてたりだとか、こちらの紐を通すパーツなんかにもですね、同じようなメタリックな素材使われていまして、ブラックベースなんですけども、このシルバーカラーが非常にですね、バランスよくハマってるんですね。このおかげでなんかモードっぽいというか、先進的なイメージにもなるので、この別注はめちゃくちゃかっこいいなと思いました。で、実際に履いてみると履き心地もいいんですね。厚底なのでしっかりと衝撃もですね、吸収してくれるところも含めてかなりバランスがいいです。着こなしに関しては割とスポーティーな見た目なので、 T シャツ短パンみたいなところがハマりが良かったりするんですが、ただですね、このパーツ使いのおかげでちょっときれいめな着こなしにもハマりやすいんですね。例えばこちらのスタッフの方のようにですね、半袖のストライプのシャツにブラックのパンツを合わせて、そしてこちらのサンダルというような形ですね、非常に相性がいいかなと思います。ブラックのパンツが持つ綺麗さとつながるような形でブラックのサンダルですね。だけども肌が見えるので、そこまで重たくなりすぎないというところで、このブラックパンツの合わせ方っていうのはすごく有効だなと思います。 T シャツ1枚のスタイルにももちろん合うんですが、半袖のシャツのようなちょっと小綺麗なものにもですね、合いやすいので、これは万能だなと思います。まあ、一つ懸念点としては別注版ということで、そんなに数がなくてですね、おそらくもう現時点でもだいぶ少なくなってるかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね、早めにチェックをしていただきたいなと思っています。もちろんこちらのゾナのですね、別注版もいいですが、定番のものもですね、バランスのいい仕上がりになっているので、もし在庫がなくなったらそちらの方も含めてですね、ぜひチェックをしていただければなと思っています。
はい、続いて2点目のサンダルなんですが、もうおなじみですね、ビルケンシュトックのチューリヒ。これはですね、欠かせないサンダルかなと思います。僕もですね、すでに2足持っていまして、それぞれ気に入っているんですね。一つはブラックのスウェードバージョンですね。これは今から2年ぐらい前にエディフィスで購入しました、エディフィスの別注版になります。そしてもう一足が、これはもう定番的なものなんですが、カラーがですね、ちょっとこうベージュっぽいトープという表記のものなんですが、これまたですね、肌なじみも良くて、割とですねブラック系のサンダルが多い中で違いが出しやすいような一足かなと思うので、結構気に入っています。まあ、ビルケンシュトックといえば老舗ブランドで、いろんなですねバリエーションがあるんですが、その中でも個人的にはチューリヒが一番好きなんですね。これまでに4足ぐらい買ってきてですね、まあこれらもですね本当に気に入っているシューズではあるんですが、まずはデザインですね。しっかりと甲の部分を押さえてくれるような、割と履き心地のいいサンダルになっているんですが、デザイン的には結構エッジが効いてるんですね。まあ、2本のベルトがついてるんですけども、いわゆるこうビジネスシューズでいうところのダブルモンクみたいな雰囲気でですね、シャープな雰囲気のですねベルト使いになってるんですね。このあたりが結構攻めていて、個人的にはめちゃくちゃかっこいいなと思うんですね。で、素材にですねレザーを使っていることもあって、やっぱりサンダルの中でもちょっときれいめな方向にあるので、割とですねこの立ち位置のものってそんなに多くはないので、使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあ、定番的なですねこちらのトープもいいんですが、今季はですねやっぱりこれが一押しかなと思うんですね。ビューティー&ユースの別注版ですね、チューリヒ。これがですね僕も何度も見ていますが、すんごいかっこよくてですね、もしこのあたり持ってなかったら間違いなく買ってたなと思います。さすがにですねチューリヒで3足というのはやりすぎかなと思うので買わなかったんですが、非常にかっこいいんですね。ブラックベースのすごくシャープな雰囲気なんですが、素材使いですね、僕が今持ってるものはですねちょっとブラウン系のですね金具使いになってるんですが、これがですね今季のビューティー&ユースのものに関してはメタリックなシルバーカラーになっていまして、これが着こなしのちょっとしたアクセントになるんですね。先ほどご紹介したスイコックのサンダルもそうなんですけども、結構今年は部分的にメタリック素材を使ってるものが増えていまして、そのあたりのですねトレンド感というところも含めて、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、トレンドといってもですね、これ一過性のものではなくて、サンダルみたいなものは結構長く使えたりしますし、このメタリックな素材使いも主張が激しいわけではないので、割とですね長く使えるような飽きのこないデザインかなと思っています。まあ、どんな着こなしにチューリヒが合うのかというと、やっぱり半袖シャツを着たようなスタイリングですね。そういったものにももちろん合いますし、あとは T シャツを着たようなスタイリングの場合はですね、 T シャツ短パンだとちょっとチューリヒだと重たい感じがしてしまうので、こちらの方のコーディネートのようにですね T シャツを着たら下はですねロング丈のパンツですね、こういった形でちょっときれいめにしていただければ、チューリヒとのつながりはいいんじゃないのかなと思っています。まあ、グレー系のセンタープレスの効いたパンツで、そういったものに対してブラックのチューリヒで引き締めるというのはすごくバランスがいいかなと思うので、一つの参考にしていただきたいなと思っています。シャツのスタイルから T シャツとロング丈のパンツみたいな形で、割ときれいめなスタイルにはまりやすいチューリヒですね。このあたりも一足あるとすごく大人世代にはまりやすいかなと思うので、ぜひチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目のサンダルなんですが、これもですね僕の動画の中ではご紹介する機会が多いですね、ホカのホパラ2というモデルですね。これは僕の中でも今季会心の一撃というような素晴らしい仕上がりのサンダルだなと思っています。まあ、これまでご紹介したものの中で最もですねカジュアル度が高いサンダルかなと思っていまして、サイドはこうメッシュ素材になっていまして、スニーカーっぽいデザインになってますよね。まあ、後ろから見るとソール部分ですね、このあたりのパーツに隙間があるので、割とこう軽快な感じはするんですが、履き心地としてはかなりスニーカーに近いかなと思います。僕はホパラに関しては結構長く使ってまして、このホパラ2を今年新調しましたが、それまではですね、ホパラ通常のものですね、もう3年ぐらい活用していまして、まだそちらの方をですね、僕は履いてるんですね。まあ、ちょっとコーディネートこちら見ていただきたいなと思うんですが、先日キャンプに行った時に撮った写真なんですけども、このような形でホパラの1も2も非常に気に入ってるんですね。これがあまりに気に入りすぎてしまって、まだですね僕は下ろしてないんですね。今年はもう鑑賞用にしっかりと見ながらですね、来年以降下ろそうかなと思ってるんですが、まあ、それぐらい気に入っている名品かなと思います。他すごく今人気かなと思うんですが、その中でもこのホパラというのはやっぱりこのボリューム感ですよね。ソールしっかりと厚みがあっていかついっすよね。この凹凸感なんかもすごくかっこいいし、それでいてアッパーですね、ゴテゴテしたデザインではなくて、割とですねシャープでミニマルな雰囲気もあるので、
で、このいかつさとミニマルさの融合というところがかなり仕上がりがいいなと思ってます。で、履き心地もですね、走れるぐらいいいんですね。なので僕はこれをですね、海だとか川だとか、あとは外遊びの際にガンガンに履いてるんですね。僕はですね、ホパラ1の方でもう川とかガンガンに入っちゃいますし、そういったハードな使い方しても3年経っても全然まだへたらないので、来年以降もまだ使えるかなと思うんですね。そうなるとますますホパラ2の出番がですね巡ってこないかなと思うんですが、これ非常にデザインが良くて名作のサンダルかなと思ってるんですね。コーディネートに関しては完全にカジュアル向きですね。ロング丈のパンツとは僕合わせないです。なぜかというと全体的にもボリューム感があるので、ロング丈のパンツのハマりはそんなに良くないかなと思うんですね。もうこれを履くときには先ほどの写真のように半袖短パンですね。そういった外遊びのスタイルにバチッとハマらせることで、単調に見えがちな着こなしにちょっとしたアクセントを用いるときにはすごく便利かなと思います。まあ最近はですね、シャカシャカ素材の T シャツなんかがあるかなと思いますし、まあグラミチのパンツ、そういったものもあるかなと思うんですが、そういったスポーティーな着こなしにバチッとハマるような外遊びに特化したようなサンダルかなと思うので、まあぜひですね、皆さんもチェックしていただきたいなと思います。ただちょっと在庫が薄くてですね、その点が懸念点だったんですが、今ですね、アルペングループのですね、オンラインサイトにはサイズがフルで揃っているので、おそらく探せばギリギリ見つかるんじゃないのかなと思います。まあ再入荷とかもあると思うので、まあぜひ皆さんもですね、諦めずにこのホパラ2も探していただければなと思っています。はい、続いて4点目のサンダルなんですが、僕のチャンネルの中でもですね、何度も出てきていますグルカサンダルですね。このあたりも欠かせないサンダルかなと思っています。今回ご紹介するサンダルの中では最もきれいめな方向になるかなと思うんですね。まあ、デザインで言うとですね、まあ、アッパー部分はこのようなベルトがちょっと太めのものがついていまして、あとはですね、甲をしっかりと押さえてくれるようなレザーパーツもついていますので、割とですね、押さえてくれるポイントも多くて、しかも素材ですね、まあ、レザーを中心としたものが使われていますので、結構大人っぽくきれいめに見えるので、こういったものが一足あるとすごく便利かなと思っています。僕もですね、仕事の際なんかにも結構グルカサンダル履くんですね。まあ、全体的にはきれいめなコーデなんだけども、抜け感を出したいなという時なんかにはまさにグルカサンダル履くとすごくバランスが良かったりするんですね。今日の着こなしそのままにですね、ハマりそうなのがグルカサンダルかなと思っています。そういった意味では半袖短パンみたいなスタイルにはまず合いづらいので、まあ、せめて半袖のシャツ短パンみたいな形だったらグルカサンダル合うかなと思うんですが、ドカジュアルな着こなしよりもちょっときれいめな大人っぽいですね、夏の着こなしにグルカサンダルはハマってくるかなと思います。これは去年購入したスティーブモノというブランドのですね、グルカサンダルになってるんですが、これスティーバーラの別注バージョンということで、なかなか今ちょっと売ってないモデルになってるので、今回ご紹介したいのはこちらですね。まあ、定番のビューティー&ユースをですね、グルカシューズというモデルですね。僕もこれ実際に買ったことがあるので、その仕上がりの良さというのは実感済みなんですが、グルカサンダルの中でも素材はこれ本革ではなくて合皮ではあるんですが、質感も上品ですし、すっかりレザーだと思い込んでいたんですね。それぐらい精巧にできているので、そのあたりもチープには全く見えないですし、アッパーのベルトも結構太めなので履き心地もすごくいいんですね。まあグルカサンダルというよりは、名前にもある通りちょっとシューズ寄りと言いますか、より履き心地のいいような大人っぽい雰囲気になっているので、これは本当に使いやすいかなと思います。価格も 14,000円前後ぐらいで比較的買いやすいですし、一度買えば結構毎シーズンやってるものなので、長く使えるような定番的なシューズになってるかなと思っています。例えばこちらの方のコーディネートのように、ポロシャツとボトムスブラック系でまとめて、足元はグルカサンダル、これもですねブラックなんだけども、ちょっと肌が見えるような形で重たすぎないバランスで合わせていただくのもめちゃくちゃかっこいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト5点目のサンダルなんですが、こちらは現物がないので写真で見ていただきたいんですが、リグというブランドをですね、クルカというモデルになります。こちらもですね、個人的にはすごく欲しいんですが、今年だけでもサンダル新しく何個も買ってしまったので、こちらは買ってないんですが、めちゃくちゃかっこいいサンダルかなと思っています。最近このリグというブランドを見かける機会が非常に増えてきていまして、まあ、様々なセレクトショップでも取り扱いがありますし、まあ、ドメスティックブランドのコラボレーションなんかもやっていたりするので、よりですね人気が高まっているのがこのリグというブランドかなと思っています。まだスタートして4年ぐらいのですね日本のブランドになるんですが、まあ、いわゆるこうリカバリーサンダルというジャンルなんですけども、衝撃をしっかりと吸収してくれて歩き心地がいいようなサンダルなんですけども、まあ、こちらを見ていただくとですね、太めの2本のベルトがついていて、かかとの部分にもちゃんとベルトがついているので、足をちゃんとホールドしてくれてるんですね。そして一つずつのパーツのデザインも非常に美しい仕上がりになってまして、アッパーの紐の使い方だとか、このあたりもですね、ミ
ニマルながらに結構凝った作りになっていて、デザインとしての完成度が非常に高いんですね。でアッパーにはクラリーノ製の人工皮革を使っていまして、この辺りの素材感もですね上品に見えますし、見た目は上品なんだけども履き心地も最高にいいというところですね。この辺りを両立したような今最も注目されているサンダルブランドの一つかなと思っています。まあいろんなモデルもあるんですが、個人的にはクルカというモデルがめちゃくちゃかっこいいなと思ってまして、まあ来年にはまあおそらく買ってしまうかなと思いますし、下手したら今年ですねノリで買ってしまうかなと思うんですが、人気爆発する前にですねぜひ皆さんにもゲットしていただきたいような今最も熱いサンダルかなと思っています。カラーはグレーもいいしネイビーも良くて、結構この辺りは好みによるかなと思います。僕も持ってる手持ちのサンダルというのは結構ブラック系が多いんですね。サンダルというカジュアルなジャンルの中で色がちょっと派手だとか明るいものだとカジュアルに見えすぎてしまうので、基本的にはブラックだとか重たい色合いが多いんですが、その中でも結構ネイビーは深めのブラックに近いような色合いで使いやすいですが、グレーもですね少しだけ明るさがあるんですがストイックでシャープな雰囲気もあるので、これもめちゃくちゃかっこいいんですよね。なのでどちらのカラーにしてもすごくおすすめなので、まあ、ぜひ皆さんもですねこちらのリグのサンダルチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はイケオジに見せるためのですね大人に似合うサンダル5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ今回はですね私物が多かったわけなんですが、どれも非常に気に入っているものなので、ぜひ皆さんのですねライフスタイルだとか気分に合うものを選んでみていただきたいなと思っています。まあ僕もいろんなサンダルを使い分けてるんですが、お仕事のシーンでちょっとだけ足元を軽快にしたい場合はグルカサンダルを履くようにしています。でプライベートのシーンで少し綺麗めな着こなしの時にはこういったビルケンシュトックのですねチューリッヒを履いています。で外遊びをガンガンにする際にはやっぱりホパラですね、これが一番使い勝手が良くて、意外と様々なシーンに使いやすいだろうなと思っているのがスイコックのゾナですね。これはきれいめな着こなしからちょっとこうスポーティーな着こなしにも合いますね。あとはリグのサンダルもですねスイコックのサンダルと近しいところがあるかなと思うので、万能に使っていただけるんじゃないのかなと思っています。まあ、ぜひ皆さんもですね今回の動画を参考しながらサンダル選びをして、またですねコーディネートも皆さんにお伝えしているので、それぞれ使い分けをしながらですね夏のサンダルを存分に楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にですねライブ配信も行っています。こちらの方では皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。そちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをですねもう逐一報告をしています。僕自身も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップできるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。